あ、これ時間来たら止まるのかな。うわ、すごい匂いしてる。ニンニク。ニンニクあれもう捨てなあかんな。これはいつつけたんですか。昨日の寝る前に、生姜、ニンニク、醤油、みりん、酒につけておきました。あ、これを唐揚げするんやな。唐揚げにしますね。あ、片栗が。唐揚げ。片栗こんだけやん。唐揚げ来ないの。ない。小麦粉と混ぜらあかんね。まあもうなかったら混ぜるしかない。まあそんなにやっていけるんじゃん。汁系そんなないから。米粉あるで。米粉何使った。いや片栗と同じに混ぜたらいいんじゃん。小麦粉入れたらいいんじゃん。この猫はちょっとうるさいですね。足元をぐるぐるボモの声が全部入るわ。それはまたええや、自然でな、うん、自然でいいですね。こんなん写真ずっと撮っとくんかな。あんまり短いと面白くないしな、ね。やっぱ自分は撮っとかなかったんで。できるまで待っとかんとかね。そうや、これができるまで時間かかるやん。だからああいう簡単なあのボモの唐揚げとかやったらもう早いな、うん。これを揚げますね。シェイクシェイク。火ついてるの。そういうハプニングもあります。なんか少ない。キュウリも入れたらええな、これな。酢豚に。キュウリ。こう、キュウリで噛んだ。酢豚にキュウリ。シイタケ。ゆで、たけのこ、きゅうり。あ、ほんまやな。きゅうりも入れる。これは、もうきゅうりはええんちゃう。これ、水を、酢豚の一袋をカップ、120、これ一袋ね。120に出しますね。あちゃあちゃ。文字ちょっと書いてくださいよ。あれ、計量カップ。あれ？ここにある。ある。そっちね。今、計量カップ120。え？もうこんだけの野菜に、これ何人前？3人から5人前かだな。そんなしてもくるよな。いや、それ炒めてからやから。ただとろみつけるだけよ。こんだけの水でね。そうじゃ。でまずこれを入れていきますね。酢豚の素。そう。何よりさっき唐揚げとか入れるの。唐揚げはまず入れていきますよね。あんにんじゃないせんの。え？すごいちょっと柔らかめにね。いいか。人参は入れます。忙しいで。撮影者は難しい。そりゃそうや。そんなに撮影する人は難しい。あの、こう動く場所によって明るさが違うな。うん、やっぱこうやったほど明るいな。